これ、実際にあった事件に絡むようなお話なので、詳しくは言えないんですけど、とある田舎の小さな町でこんなことがあったんです。最初に目撃したのは、町で小料理屋を営む店主の N さん。梅雨も明け始めた蒸し暑い7月の頃、N さんその日の仕入れを終え、店に戻る途中の出来事だったらしいんですけど、その途中、林道の花柄模様の着物を着た、あでやかで品のある女性が、風呂敷に包まれたスイカのようなものを手に携え、目の前に現れたそうです。N さんね、その女性を見てつい見とれてしまったそうですよ。綺麗で色っぽい人だな。この町にこんな女いたっけ？そんな風に思っていると、女は上品に N さんに頭を下げてきた。N さんは照れ笑いを浮かべ、頭を下げ返したそうです。その次は商店街で床屋さんを営んでいる D さん。その日は用事があるからと早々に店じまいをしようとしてたらしいんですが、ふと道沿いに目を向けると、着物を着た色っぽい女を見かけたそうです。女が持っていた風呂敷を見て D さん、ああ、もうそんな時期なんだな。うちも暑中見舞い用意しなきゃなーなんて思ったそうですよ。そんな感じで街のあちこちで着物を着た綺麗な女の目撃情報が相次いだそうです。小さな田舎町ですからね、すぐに噂になっちゃう。やれ東京から引っ越してきた金持ちの奥さんだ。新しくできた飲み屋のおかみさんだみたいにね。しかも美人で着物姿。いつもスイカの入った風呂敷を大事そうに持ち歩いている。そりゃ噂にもなっちゃうわけですよね。そんなある日のことなんですけど、町の町長さんである K さんも九段の女に出くわしたそうなんです。噂にたがわぬ綺麗な人だなぁと K さん、他の人と同じようにやはり見とれちゃったそうですよ。女の人はおしとやかに K さんに頭を下げ通り過ぎようとした。K さんぼーっとしてて思わず女を呼び止めたそうです。女が不意に振り返った。そしたら K さんの手が風呂敷に当たっちゃって地面に落ちちゃったんですね。慌てて拾い上げようとしたその時、K さんの手が止まった。その瞬間、あんなに上品そうだった女が目をつり上げて、落ちた風呂敷ごとを荷物ごと慌てて拾い上げたそうです。女はそのまま足早でその場を立ち去ってしまった。K さんあっけに取られながら女の後ろ姿を見送ったそうですよ。それから数日後、町で大事件が起きた。町外れで一人暮らしをしていた住人の首なし遺体が発見されたそうなんです。小さい町ですからね、もう大騒ぎですよ。さらに警察の調べでは強盗殺人だって言うから、町の人たち追っかながっていたそうですよ。しかも肝心な首が見つからない。猟奇殺人だってな感じで。そしたらね、K さんがこんなことを町の人に告白したそうです。女が持っていた風呂敷を拾い上げようとしたとき、な、変な匂いがしたんだよ。妙に据えた生臭い匂い。しかもスイカだと思っていたものがどうも違うんだよ。そんな風に言ったそうです。じゃあ何だったんだって聞かれると K さん、黒い髪の毛みたいのが見えたんだ。そう言っていたそうなんですよね。警察に行った方がいいんじゃないかって言われて、K さんそうしようと思ったそうです。ですがなんと、犯人が捕まったんですよ。K さんが通報しようとしたまさにその矢先にね、あんな上品な女がまさか猟奇殺人？皆そう思ったそうです。犯人逮捕の知らせはすぐに広まった。新聞やテレビでも取り上げられたそうです。その内容には、犯人は土地勘もない他県からやってきた無職の男。K さんたち皆首をひねったそうです。事件解決以来、あの女の目撃情報はなくなったそうで、犯人は首を持ち去った記憶はないとの一点張り。未だに被害者の首は見つかっていないそうです。消えたあの女と共にね。